白子神社は、千葉県朝鮮郡白子長関にある神社。旧社格は豪社。大国主大臣を主催神とし、大昼目大臣とつく読み大臣を廃止する。永正三年、八戸村太雄家に、大国主大臣を誕生し、笹ぐ祭りしたことが、当社の創始という。その後、大春元年、1126年里人が海岸で、塩を汲んでいると、 港沖より白亀が漂着し、その甲羅の上に白蛇がわだかまっていた。霊感を感じた里人が、神様ならお登りくださいと、潮組の被釈を差し出すと柄を登ってきたので、これを神とあがめハット村太夫屋の社へ合祀したと伝えられている。旧安三年、千百四十七年に、現鎮雑の石へ戦死し、自称元年、千百七十七年千葉市の祈願書と、 定められ、法永5年1708年には小一くらいの極意を授けられ、白子大明神の社号を賜った。近世名場記号12家村の総鎮守であり社号は白子町の町名の起こりである。法暦12年1762年再建の元本殿と野大臣は白子町の有形文化財に指定されている。また、境内の樹木群は、 白子町の天然記念物に指定されている。当社には春祭りの主要儀式として、五穀宝城と産業高政を祈願するお田植え祭りが伝承されている。春祭りの当日午前に本伝祭が行われ、午後から田植え式典が始まる。寛大に見立てた大大孔を、宇治子総大臣が囲む中、官主、田す人、佐乙女、田植え歌手、牛子たちが、 稲田の種まきから田植えまでの所作を古式ゆかしく演じるもので屋内で行われる珍しい吉久神事であり、当社と氏子が伝統を守り白子町の無形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。